こんにちは。今回のおすすめ中古は、初めて一眼に挑戦したい方や、普段あまり使わないので、できるだけ予算を抑えたいという方のために、レンズ付きで3万円くらいに収まる、お手頃のデジタル一眼レフカメラをご紹介したいと思います。もし気になった商品がありましたら、各中古商品ページへのリンクを動画概要欄に記載しておきますので、ぜひご確認いただければと思います。それではまず一つ目のおすすめはこちら。ペンタックスの K50 です。こちらは10年以上前のモデルですが、秒間6コマのハイスピード連写や最高 ISO 51200 での高感度撮影、そして多彩な写真表現を楽しめるデジタルフィルターやフル HD 動画撮影など充実の撮影機能を搭載。さらにボディ内手ブレ補正機構シェイクリダクションや水滴やホコリをシャットアウトする防塵防滴構造、マイナス10度の体感動作保証も備えるなど、今回ご紹介する中では一番重たいカメラになりますが、信頼性は抜群の一台です。そして別売のレンズですが、カメラの堅牢性を生かす簡易防滴対応の標準キットズームが2200円くらいから販売されています。動画制作時点では在庫本数や状態のいいものは少ないですが、写りに影響のないものがほとんどですので、ぜひご確認ください。続いて2つ目のおすすめはこちら、ニコン D5100 です。こちらは2011年発売とさらに昔のモデルになりますが、かなりの性能です。本機種からバリアングル液晶が搭載され、様々なアングルを楽な姿勢で撮影できるようになっているほか、初心者でもカメラ任せで簡単に撮影できるお任せシーンモードや、明るさ調整が難しい明暗差の大きいシーンでも簡単に綺麗に撮れる HDR 機能も備えています。また動画撮影ボタンも新設されて、素早くフル HD 動画も撮影でき、一眼が初めての方でも安心の簡単操作で気軽にお使いいただけるカメラです。そして別売のレンズですが、発売当時の標準キットレンズであれば5900円くらいから販売されています。小型軽量ながら手ブレ補正機構 VR も搭載しているというおすすめのお手頃レンズです。そして3つ目のおすすめはこちら、同じくニコンの D3200 です。こちらは D5100 の翌年に発売、機能説明が表示されるガイドモードを搭載しているというD5000 シリーズよりもさらに初心者向けの D3000 シリーズとなります。しかしながら新しい分画素数がアップ、そして画像処理エンジンも新型になっていることで画質性能が向上しています。 D5100 のように液晶モニターはバリアングル式ではありませんが、本体は軽くなっており、簡単操作で気軽に持ち歩けるのがポイントです。高画素や機能説明、携帯性を重視される方にはこちらのモデルがおすすめです。別売のレンズは先ほどと同じこちらのレンズが標準のキットレンズとなっています。ボディの値段差はほとんどありませんので、重視されるポイントでお選びください。そして4つ目のおすすめはこちら、キャノンの EOS KISS X5 です。こちらは2011年に発売されたエントリー向けのデジタル一眼レフで、 EOS KISS シリーズ初となるバリアングル液晶モニターが搭載、機能説明が表示されるガイダンス機能のほか、EOS シーン解析システムによる全自動撮影機能、シーンインテリジェントオートも搭載されて、従来よりも簡単に綺麗に撮影できるように進化しています。またフル HD での動画撮影機能も強化されており、発売当時は大人気だったモデルです。また別売のレンズですが、標準のキットレンズは6700円くらいから販売されています。手ブレ補正機構 ISO を搭載しながらも、質量は約 200g ということで、レンズをつけても快適に持ち歩けます。そして最後にご紹介するのがこちら、同じくキャノンの EOS KISS X6i です。こちらは先ほどの EOS KISS X5 の翌年に発売された後継機種となります。ファインダー撮影機能では全9点のクロス即興 AF センサー、そしてライブビュー撮影や動画撮影時ではハイブリッド CMOS AF によってオートフォーカスがさらに高速化し、さらに連写速度も秒間最高約 3.7 コマから最高約5コマに進化しています。その他バリアングル液晶もタッチパネル式になり、スマホのように直感的な操作が可能になるなど、さらに性能や機能が強化されたモデルです。別売のレンズは先ほどの X5 と同様のこちらのレンズが標準のキットレンズとなっています。特に動く被写体を撮ることが多い方はこちらの X6i の方がおすすめです。以上がレンズ付きで約3万円以内でご購入いただける中古のデジタル一眼レフカメラでした。
そしてカメラの北村では税別で1万円以上の中古カメラ、中古レンズを購入の際には中古カメラ6ヶ月保証がつきますので安心です。一部対象外の商品やご利用条件がございますので、詳しくは動画概要欄に記載のリンク先でご確認ください。もちろん中古カメラ販売のほか、使わなくなったカメラやレンズの高価買取、下取りも行っております。カメラの北村店頭のほか、お近くに店舗がない場合でも北村ネット中古からお申し込みいただけます。詳しくは北村ネット中古のウェブサイトにてご確認ください。ご利用お待ちしております。